こんにちは、ハイジーです。というわけでこのチャンネルでもいろんなたこ焼き屋さんを食べ歩いているわけでございますが、今日は業務スーパーさんで怖いほど安いたこ焼きを見つけましたので、ちょっとどんなもんかなと思って買ってみました。国内製造のたこ焼きでございまして、こちらがなんと50個入りという大容量でございます。もう結構ずっしりしてるんですけれども、なんとお値段が475円でございます。50個入ってて475円は半端じゃないですよね。だから税込みで言うと513円だったんですけれども、これを計算してみますと、なんと1個が10.26 円なんです。ほぼ10円でたこ焼き1個食べられちゃうんです。しかも電子レンジだけで作れるのも嬉しいですよね。とりあえず今日は普通の1船分ということで8個くらい作ってみましょうかね。加熱前の見た目はこんな感じでございます。ちょっとびっくりするのが、こうやってひっくり返しますと結構ちゃんとした感じのタコがシースルー状態なんですよ。ではラップをかけずに加熱していきましょう。4分後、出来上がりました。ソースを、まあ、ちょろんと、マヨネーズさんもとろんと、この感じで1個食べてみましょう。いただきます。はい、なんかね、ねっとりした生地がすごく多めっていうイメージがありますね。結構最初はあれ、タコ入ってないのかなって思わせるくらい生地がぐわっときます。で、ねっとりとした食感がすごく美味しいんですけれども、だしが薄めなのかな、結構あっさりしてるから、ソースとかマヨネーズを結構たっぷりかけて食べたいっていう味わいかもしれません。僕はこのねっとりした食感が好きなので、正直おやつとしてはかなりありですね。で、一応タコの大きさ見ていきましょうかね。これに関してはもうタコが上にこういう感じでした。あ、このくらいのサイズ感で、あとはこのねっとりした生地がぎっしりっていう感じですね。あと4個くらいもこの感じでもういっちゃいましょうかね。ふわーっと、はーい、よいしょ。サイズ感とかは、まあ、1個10円ですが、小さいとかでもなく、そこそこの一口サイズって感じですかね。で、やっぱりとにかく印象としては食感がねっとりしてて濃厚な感じがする。そんで今5個食べた印象としましては、ちゃんとね、こうやって裏を見たりしますとネギがあったりするはずなんですけれども、ネギの存在感というのは口の中ではほぼ感じることができないレベルかもしれません。では残りの3個は大根おろしバージョンでも食べてみましょうかね。割とどっさりたっぷりかけさせていただきまして、上からポン酢、ネギ、なんかちょっとやっぱたこ焼き自体の色も薄めだし、こうやってポン酢ですが汁に使ってる感じを見ますと明石焼きっぽい色合いだなっていうイメージもありますよね。すごいね。これはこんだけ大根おろしとかポン酢をちゃんとかけても水っぽさと同化してトロトロしてくるんじゃなくて、食感のねっとりが全然勝ちますね。この食感はこの食感でやっぱ美味しいと思います。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回の業務スーパーさんの激安たこ焼きでございますが、おやつとして軽くつまんでいく分にはすごくいいかなって思いました。普通たこ焼きって8個食べると大体お腹が満たされて空腹だったけど落ち着く感じはするんですけれども、このたこ焼きに関しましては今僕8個食べたところでまだ全然お腹は空いてる感じがします。だからちゃんとそこそこお腹を満たしたいんだったら15から20個くらいを1食で食べないといけないのかなって思いましたが、おやつ感覚で15から20個たこ焼き食べるのも結構不思議な感じかなとも思いました。とにかく1個10円そこそこでこの感じだったらもう全然ありですので、気になった方は食べてみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。さよなら。